ボーゼルを倒す前にイメルダの説得をすることに決めたエルウィン。イメルダを説得し、帝国内の混乱を鎮めてもらおうというのである。イメルダを追うエルウィンたちの前にイメルダの巨像が姿を現す。そこには完全武装のイメルダとモーガンが立ち塞がっていた。帝国内の混乱を鎮めてもらうためにもイメルダを説得しなければならない。これも修行の賜物よな。こんなところまで追ってくるとはご苦労なことだね。イメルダ、俺たちは戦いに来たわけじゃない。人間同士が傷つけ合ったって無意味だとは思わないのか。あんたはうるさいんだよ。私は私のやりたいようにやらせてもらうまでさ。この婦人を見な。あんたらを叩き潰すために用意したんだ。せいぜい楽しませておくれ。イメルダ、やるしかないのか。剣となれ。かの者たちを彼方へ運びたまえ。Thank you.
く慣れたのかしら。まったく、力押しだけとは芸がありませんね。所詮あなたは器ではなかったようです。そんな人と道連れなんて願い下げです。せいぜい死なないように頑張ってくださいね。ボーガン、クソ、使えないヘボ魔術師のくせして逃げ足だけは早いなんて。こうなったら私だけであいつらを倒してやる。お前たち逃げたりしたら後でどうなるかよく覚えておいで。モーガンなどいなくたってラングリッサーを奪ってみせる。まだそんなことを言っているのか。味方の半数がいなくなってもまだ戦うつもりか。うるさいね。勝てばいいんだよ。力が全てなんだからね。ラングリッサーさえ手に入れれば私は国を取り戻し、レイガルト帝国さえも手に入れられる。なぜそうまでして力に固執するんだ。うるさいんだよ。私についてこれるかしら。じゃあ、どうする？エルヴィン。なんだ、リアナ。なんとか彼女を救えないかしら。なんとかして彼女の心の壁を壊してあげられないかしら。そうじゃな。わしらの目的は彼女を倒すことではないはずじゃ。よし、彼女だけを捕らえよう。彼女の部下たちには極力攻撃を控えるぞ。そうね、無駄な血は流したくないもんね。私を捕らえる？寝言を言ってるんじゃないよ。
の者を守る盾となれ。我が命に従い、その姿を現せ。あんたらみたいな理想論者を見ているとムカムカするんだよ。何？教えてやるよ。私の国は帝国の属国の中でも比較的最後まで抵抗した国だった。しかも軍事力に物を言わせるレーガルドに対し、話し合いによる平和解決を行おうとした。今のあんたらのようにね。だが最終的には有無を言わせぬ軍事力の前にいとも簡単に潰された。無抵抗な者たちを剣を突きつけて従わせたんだ。その時私は悟ったよ。結局力の強い者が勝つのがこの世界の真理なんだってね。だから理想論ばかり振りかざすあんたらを見てるとイライラするんだよ。おしゃべりはここまでだ。行くよ。先行よ。おとばしれ。敵を撃て。の力を見切れ。わしにもまだまだ先がありそうじゃな。
者たちを癒すたまえ。の者を守る盾となれ。先行よ、音は散れ。敵を撃て。者たちを癒すたまえ。かの者の剣となれ。灼熱の炎で全てを飲み込め。灼熱の炎で全てを飲み込め。まだまだ上を目指します。
先行よ、おとばしれ。私がいいみたい。力がみなぎってくるみたい。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。かの者の傷を癒したまえ。者たちを彼方へ運びたまえ。先行よ、おとばしれ。くそ、これに耐えられるか。他の者の傷を癒やしたまえ。ジェシカ様、見ていてください。私の手にかかることを光栄に思うんだね。
る力よ。旋風よ、切り裂け。私の手にかかることを光栄に思うんだね。踏み込みが足りんわ。そんなバカな。イメルダ様がやられた。逃げろ。お前たち逃げるんじゃないよ。なんて奴らだ。モーガンといい、あいつらといい。大体モーガンのやつさえ逃げなきゃ私が負けるはずなんてないんだよ。まだわからないのか、イメルダ。武力だけが俺たちが数に勝る敵に勝ち進んでこれたのがラングリッサーの力だけだと思っているのか。本当の力とは支え合い信じ合う心から生まれるものだと気づかないのか。信じ合う心。そうだ、結局イメルダは自分の武力しか信じていなかった。だからモーガンも逃げ出したんだ。自分が信じられていないことぐらいこれまでのことで分かっているはずだしな。だけどあんたらが強いのはラングリッサーを持ってるからじゃ。では我々がラングリッサーを手に入れる前も勝ち続けたのはなぜだと思いますか。それはあなたの理論で言えば我々は勝っていないことになりますが。つまりその力の差を埋めていたのが信じ合う心だ。仲間を信じられるからこそ自分の持つ力を余すことなく引き出すことができた。仲間を信じることができなければいくら力を持っていたとしてもそれは本当の強さではないわ。私の信じてきたことは間違いだったのかい。確かに目に見える力は最も確かな力だ。だが目には見えない力、心と心のつながりが本当の力なんだ。ラングリッサーを手に入れる前の俺たちの勝利がそれを物語っている。あ、確かに信じ合う心が強い力になるのかもしれないね。分かってくれたか。ああ、まだはっきりとは理解できないけどどうやら武力だけが力じゃなさそうだね。そういうこと。よし、これで安心してベルゼリアへ渡ることができる。ベルゼリアへ？帝国が内乱を収めている間に俺たちはボーゼルを倒すつもりだ。あいつはアルハザードを奪って逃げているからな。アルハザードは何としても封印しなければならない。じゃあ光の勢力の援護には行かないのかい？光の勢力の援護？知らないのかい？レオンが光の勢力に対しても戦端を開いたんだよ。
レオンが？なぜだ？どうやら帝国内部の結束を固めるために光の勢力を嫌う有力者と手を組んだらしいね。レオンのことだから、自我を殺すことで帝国の結束を図ったんだろう。どうするのさ、エルウィン。このままじゃ大変だよ。レオンを縛ってるのは光の勢力を迎合しない貴族たちだ。そいつらさえ黙らせることができれば、レオンもおそらくは。だが俺たちにはそこまでしている時間がない。一刻も早くボーゼルを倒さなければならないんだ。なら、その貴族たちの怪獣は私がやっておくよ。私だって自分の愚かさに気づくことができたんだ。あいつらもきっと気づくことができるはずさ。すまない、イメルダ。よし、ベルゼリアへ向かうぞ。この調子で頑張るわね。